インタースタイル2022、こちらはトップウィンジャパン株式会社さんのブースに来ています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはお名前をですね、自己紹介カメラの方でお願いします。はい、トップウィンジャパンの営業森田と申します。よろしくお願いします。はい、森田さん、よろしくお願いします。さあ、もうこちらの方にですね、ブースの方にあるんですが、ヌーソールサンダルを扱ってらっしゃいますよね。はい、今年で何年目になりますか。ですね、まずこのヌーソールというブランドなんですけども、はい、アメリカのアイダホ州で、2017年にスタートしてまして、はい、今、5年目になります。かなりどうですか、日本での認知もやっぱり広がってきましたか。まあ、インタースタイルさんに出店、ね、去年もさせてもらったんですけど、はい、まあ、その影響もあって、はい、少しずつ、ね、卸先さんを増やしていってるところですね。はいはい、まあ、ヌーソール定番の、形っていうモデルっていうとどれになりますか。ですね、はい、こちらのこの、まあ、トングタイプの、はい、カスケードっていうモデルが、はい、このブランドのアイコンになってまして、あ、これを、まあ、一番、まあ、定番商品として在庫も積んで販売してます。はい、あ、そうなんですね。はい、片方にはこうしてアメリカの国旗がついてますけど、やっぱりこれメイドイン USA になるんですか。あ、そうなんです。でこれがアメリカ製である、まあ、理由があって、はい、まずはこのヌーソルの、会社がもともとプラスチックの製造業をやってて、三十数年やってるんですけど、はい、まあ、その、新しい、まあ、商品としてこのヌーソルのサンダルを作ったんですけど、はい、今こちらのメーカーが作ってくれた動画でも流れている通り、はい、アイダホ州っていうところで始まったブランドなんですけど、はい、アイダホっていうのがまあ、産地になっていて、まあ、ロッキー山脈とかがある州になるんですけど、はい、北がカナダの国境とかになってて、まあ、海に面してないこともあって、うんうん、こういった、まあ、湖とか川で、まあ、バシバシ履けるように作ったっていうのがまず、1点と、はい、あともう1点こだわっているところが、例えば他のブランドさんとかで靴とかだとベトナムとかが結構主流になってたりとか、ね、中国とか韓国での生産が多いと思うんですけど、はい、やっぱりアメリカで作ることによって、まあ、地元に、ね、還元されるっていうのが一番の目的だったんで、はい、まあ、そこにうちが、まあ一緒にやっていきたいなって思ったところに理由に、素晴らしい試みがあったんですね。はい、まあ、ここが、ね、はい、特にメンズの人とかこういうアメリカ国旗のロゴがついているというのは、ね、ね、男心をくすぐるわけじゃないですけど、はい、やっぱりいいかなと思って、はいはい、ちょっと遊び心もあって、そうですね、はい、くすぐられますね。はい、まあ、そして先ほどもですね、持たせていただいたんですが非常に軽いんですよね。はい、履いていても多分長時間履いていてもあまりストレスを感じないと思うんですが、はい、どんなところがポイントなんでしょうか。ですね、まあ、もう簡単に言うと、はい、軽くて履き心地がいいっていうのが売りになってて、やっぱサンダルってそれが一番かなって、まあ、そうですね、はい、思うんですけど、まあ、やっぱこの一番体重がかかるソールの部分のこのアーチカップのところの、まあ、包み具合であったりとか、やっぱり体重がかかるんでここも厚くして、はい、で歩きやすさとか、うん、あとは、まあ、やっぱり長時間歩いてると膝とか、確かに、ね、あとは長く履いてると腰とか、ね、腰痛とかになったりするのを軽減するために、あ、まあ、こういったリカバリーサンダルっていう形で医師にも推奨されていると。そうなんですね。はい、まあ、さっきのこの映像もそうですけれども、結構、まあ、そこまでこの映像ではアグレッシブな感じではないですけれども、うん、でもこうちょっと山を歩いたりとか、はい、ビーチの近く、海の近くを歩いたりする、はい、まあ、本当に遊びながら楽しめるようなヌーソールという感じがしますよね。はい、例えばね、他のビーチサンダルとかだと、はい、やっぱ鼻緒のところが硬くて痛いとか、あとは、まあ、歩っていくうちに取れちゃったりとかっていうケースってあると思うんですけど、はい、ヌーソールの場合はそれがないので、まあ、そこも気に入っていただけている、まあ、一つの理由かなっていうふうに思いますね。はい、このでも一体型って嬉しいんですよね。やっぱりどうしても取れちゃったり、取れやすかったり、そうですね、切れやすかったりすると思うんですが、はい、やはりこうやって一体型になっているとやっぱ安定感もしっかりしているなという、ね、感じがしますね。はい、はい、であとはまあデザイン的にも、まあ、ビーチサンダルよりも街で履けるようなデザインにもなってるんで、はい、まあ、あとはこのソールの、凹凸の部分とか、はい、まあ、あとはここのインソールの、まあ、この凹凸の部分も水に濡れても滑りにくいっていうところも売りになってるので、はい、ここをちょっと押していこうと思ってます。なるほど。はい、
まあ、今年の夏は皆さんこの状況から少し出てもらって、そうですね、はい、もう嫌ですよね本当この状況長くつ、ね、あれ終わったらこれ来るみたいな、そうですよね、はい、もう本当フィールドでニューソルを見かけることが多くなればいいなっていう、そうですね、はい、今ねアウトドアとかレジャーとかも流行ってると思うんで、 その足元にニューソルをぜひ、はい、よろしくお願いします。ということでトップインジャパンブースお邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。